こんにちは獣医師の地村です今回はですねワンちゃん猫ちゃんに対してですねその新しいフードにフードに切り替えなきゃいけない、まあ、例えばあのワンちゃんネコちゃんが病気になったとかねあるいは単純にもう食事を切り替えようかなとかその病気になって消防食に切り替えなきゃいけないとか普通にもう元気だけど健康だけど食事を切り替えようかとかそういった時にですね食事を切り替えようと思って新しいフードを あげたら全くワンちゃん猫ちゃんが食べないと拒否するとそのまあつそういうねあの原因として3つ考えられるんですその三つと具体的にじゃあどうやってですねその、うん、新しいフードに切り替えていった方がいいのかっていう対処法対策について、まあ、解説していきたいと思いますでですねまずですねワンちゃん猫ちゃんのためにその食事をまあ、変更してみたとそういうねあのまあ、健康のために例えば 先も言いましたけど病気でまあ獣医さんから処方食を勧められてあのフードを切り替えるとかあとはもうあのなんかいろいろねあの情報を得てネットとかいろいろ情報を得てこういうフードがいいよって言われたから変えてみようと思ったとかねまあそういった理由から食事を切り替えるってことはあると思うんですけどでも全く食べてくれないとその切り替えたのねどうやって切り替えたらいいかってことなんですけどまずですねその うん、変更したその食事をワンちゃん、猫ちゃんが食べてくれない、まあ、原因として考えられることは3つあってですね。1つ目としてはまず、用心してる可能性があるんですよ。あのまあ、警戒してるってことですね。その1つ特にその猫ちゃんに多いんですけど、まあ、新しい食事に対してですね、こう警戒心を持つことがあるんですね。その自然界においては、まあ、ワンちゃん、猫ちゃんもね、昔は野生動物だった頃もあると思うんで。 そういいっっったこ,う情報、まあ、ことがこう遺伝子にに刻まれててて、ね、てるるんんでですすねね残残本能的に残っててだから自然界こう自然界その外の世界あのー、なんか何ばもうサバンナとかねそういったところみたいなことを想像してもらったらいいと思うんですけど、まあたまあ、具体的によく分かんないですけどライオンがいたりとかシワウマがいたりとかすると思うんですけどそういったところにワンちゃん猫ちゃんが生活してた 時そう自然界においてその未知の味とかね香りっていうものはですねその毒とかね腐敗を示すことがあ,あったわけですよその,そのサバンナ日本だったらこの日本のねこう安全なところで普通にお家の中で出される食事はそんなねあの知らない味であったりとか、まあ、香りがしたとしてもまあ食べて大丈夫なんだろうと,なと僕らだったら思えるかもしれないけどやっぱりその ワンちゃん猫ちゃんにとってみたら知らない味であったりとか知らない香り未知の香りっていうのはもしかしたらこれは毒なんじゃないかとかね腐ってるんじゃないかっていうことが多分こう本能的に感じてしまうんだと思うんですよね。だから新しい風土を切り替えるとなるとですねその本能的にそのです、ね、こう新しい風土を避ける傾向にあるんですねもしかして腐ってたらまずいなってことを本能的に感じ取ってね 2つ目の原因としては、エゴ好みですね。エゴ好みをしていると。まあ、しいおやつをね、よく食べているワンちゃん猫ちゃんに多いんですけど、そのおやつが出てくるまでね、食べない子っているんですよね。もう、おやつがどうせ出てくるだろうって分かってて、それはもうむちゃくちゃ美味しいから、食べない子っているんですよね。よくその、診察とかで、あの、うちの子食べないんですよっていう、まあ、肥満体系のワンちゃん猫ちゃんって結構来るんですけど、 食べなかったら非満体型にならないだろうと思って、よくよく話聞いてるとおやつだけ食べてるんですよね。それはそ,れはそうですよね。僕らだって。例えばあのーうん、朝ごはんにしても昼ご飯にしても最初にまずあのー、これぐらいのね。ショートケーキをね。例えば3つ食べてから。これぐらいの高さでね。ってますよね。あれあり？3つぐらい食べてから、じゃあご飯食べてくださいって言われたらお腹いっぱいですよね。 特に甘いものを食べたら結構血糖値も上がってお腹満腹感がその瞬間は得られるんであのなんかもう食べたくないですよね。そういうそれ,それをあの人間だったらんとかその人間だったら世界だったらこう想像がつくのにワンちゃん猫ちゃんの世界になるとなんかこうなんで食べないんだろうと思ってしまう方が結構いらっしゃってまあそういうことを繰り返せるとやっぱりねおやつもどうせもらえるだろうしですしおやつ食べたらお腹いっぱいですしってことで。 襟好みとかまあ満腹とかもろもろなことがあって食べない子が結構いるんですよね。新しいフードに切り替えると余計ですよあのさっき言ったように用心してるかもしれないしプラスそういうエリゴ好みをしてるかもしれないんでだからそのおやつ大好きな子になってくれてね来るとそういってフードを食べてくれないことも出てくるんで、まあ、あのあのおやつはほどほどにした方がいいですねそれから原因の3つ目としては食欲不振ですね。 暑さととかか、ね、病気とか暑さはまあ真夏だと熱中症になり,、まあ、なりかかってたりとかして食べないとかあと病気で言ったら腎不全とかねその尿毒症っていう、ね、状態になるともう,もう気持ち悪くて食べれないですねこれ別動画でね尿毒症については解説してるんですけど、まあ、そっちも見てもらえるといいと思うんですけど相当やっぱりもう体が弱ってきて食べれないですね全身に毒が回るんで気持ち悪くて食べれないです。 あと、歯周病になったりとかすると、口の中が痛みがあったりとかして、あの、食べたくない。口の中入れられない。水だったらなんとか飲めるけど、食べ物はもうちょっと入らないと。まあ、こういったケース、病気のケースとかね、暑さのケースはもう治療が必要になってくるんで、そっち、これはね、今回の動画の内容からはね、ちょっと除外というか、対策というよりは動物病院に行って治療を受けた方がいいんでね。だからその、 今回のね、その対処法としては、その食事を切り替えて食べない対処法については1と2、原因1とね、原因にエリオノみとかね、警戒心とかね、用心してるとか、そういったところの対処法について、以下で、ね、解説していきますね。で、えっと、食事の切り替え方としては、ね、その準備するものとしては、まあ、今まで食べてたフードと、切り替えたいフードと、まあ、いつも使ってる食器ですね。いつも使ってる食器は、その、やっぱりこう、 慣れてるもんですし、匂、まあ、いとかも残ってると思いますし、ちょっとでもその警戒心を解くために、いつも使ってる食器は使った方がいいですね。で、今まで食べてたフードと切り替えたいフード、2つ用意する理由っていうのは、まあ、いきなりね、その食事切り替え、新しいフードだけ100%いきなりポンと変えると、まあ、消化不良を起こしやすいですね。例えば日本食を食べてた人、まあ、僕なんかでも昔、大学の,あの合宿なんかいたときに、 まずっと基本的にはご飯と味噌汁が好きだったんで食べてたん僕がですねいきなりそのそこの合宿先ではですねいきなりフランス料理だけ出るようになったんですねそしたらその、まあ、合宿行ったメンバーのもう7割8割の人たちが全く食べれなくなったんですよもうお腹いっぱいでも合わない気持ち悪いしお腹痛いしで78割の方がもう食べれなくなったんですね まあそれがやっぱりワンちゃん猫ちゃんも起こるよってことですね。今まで食べてた食事を切り替えるってことは何かしら全く種類を変えたいわけなんで、全く違う種類のものを食べることになるんですよ。僕らで言ったら日本食食べてた人がいきなりフランス料理とかだけになる。特にワンちゃん猫ちゃんは同じフードを食べ続けるんで、完全ご飯と味噌汁だったのがいきなりフランス料理に変わると。食べれないんですよね。もう慣れてないから。逆にフランス料理を食べてたし、 だけを食べてた人がいきなり日本食になってもやっぱりちょっといろいろ難しいと思うんですね。そういったことが起こるんですね。消化不良とかね、そういった気持ち悪くなったり下痢したりとかね、そういうことが起こるかもしれないんでちょっとずつ変えようねってことですね。だからその新しいフードと今までのフードを混ぜる形に後で説明しますけどなりますね。で、いきなり切り替えたいフード100%に すると、あと他にもですね、そのワンちゃんネコちゃんがやっぱり警戒しやすいんですよね。さっきも言ったように、こう、香りとか味が違うと、その本能的に、その、腐ってるかもしれないっていう本能が働くんで、食べてくれない可能性が出てくるんですね。だからそういったことを防ぐために、今まで食べてたフードと切り替えたいフードを2つ用意してくださいってことなんですね。で、少しずつ切り替えたいフードの割合を増やしていくと。で具体的にはやり方をね、説明しますけど、1日2回の食事の場合、 朝と晩あげてるとかね、そういったパターンの方だったら、まず初日、1日目は、朝、今までのフード90%。だから、まあ、簡単に分かりやすくするために、1回の食事に10グラムあげてたとしますね。そうすると、朝は、えっと、9グラム、今までのフード9グラムで、切り替えたいフード1グラム、だから90%、10%。夜は、今までのフード80%、切り替えたいフード20%にしてあげると。食べたんだったら、次2日目は、 朝、今までのフード70%、7グラム、切り替えたいフード30%、3グラム。夜は、今までのフード60%、切り替えたいフード40%、6グラム、4グラム。今までのが6グラム、切り替えたいのが4グラム。こうやって10%ずつね、切り替えたいフードを増やしていくんですね。後で説明しますけど、もっとゆっくりでもいいですよ。例えば、その、1日2回の食事だったら、朝、初日は1日目は、 もう今までのフード9ト1パ9 0 1 0を朝と晩どっちもそうしてで2日目はあの今までのフード80%で切り替えたいの20 g 2 0 8グ2ムを朝晩やるとかねもっともっとゆっくりだったら1日目2日目は9グ1ムみたいにしてもいいですけどここではある意味最短でやる方法なんでこうでもこうやってやることでねえり好みしたりとかまあ警戒心の強い。 こでもいつでもそのフードの味いつものねフードの味の方多い,多いまあ食事が出てくるので、まあ、食べてくれる可能性が高いんですねで、まあまあ、話を続けますと2日目まで最初のパターンで言ってるんで2日目の夜で今までのが 6g で切り替えたいのは 4g60%40% してたっていう前提でいくと3日目は朝今までのフード50%切り替えたいの 50%5g5g。 で、夜は、えっと、40%、60%、4g、6g。やっとこう、切り替えたいのが 6g、60%で増え、やっと割合増えましたと。で、4日目は、えっと、今までのフード30%、切り替えたいの70%、3g、7g。で、夜は今までのが20%、切り替えたいのが80%、2g、8g。だいぶ慣れてきてると思うんですよね。でもこれが慣れない子だと、とにかくゆっくりでいいんですよね。まあ、もしかしたらこの4日目でもまだ、 新しい,いや切り替える前の今までのが 9g で切り替えたのが 1g かもしれないです食べない子だったらで次に5日目は今までのフード10%切り替えたの90%朝ね夜は今までのが0%もうこれで今までのはもうなくなりました5日目の夜で,で切り替えたのが100%もう 10g これでもう100%切り替えたいフードだけになってるんですよちゃんと食べてくれる子だったらね新しい方 で6日目はもう、その、今までのがゼロで、切り替えたの100っていうのを1日やってみる。で、できたんだったらもう、OK なんですけど、ここで。まあ、ねこれはね、あくまで標準なんで、その、警戒心が強い子の場合は、もう少し、さっきも言ったように、ゆっくりね、ゆっくり、1日目は 9g、1g、2日目も 9g、1g、3日目も 9g、1g かもしれない。下手したら1週間続けるかもしれない。下手したら1ヶ月で切り替えるぐらいの感覚。 9ム1で2週目になってやると8ム2ムとかね、もうゆっくりでもいいと思いますよ。で慣れてきたらもう,もうちょっとペース早めて、ね、切り替えていく、3ム7ムとパッとやっていくとか、ね、お腹の調子も見ながらね、下痢したりとか吐いたりしないかな、食欲落ちてないかなとか見ながら、よゆっくり変えていてください。っていうことですね。なんで、えっと。ということで,すそれでもしその ここまでの方法でね、もしそのうまくいかなかった場合、どうするかってことですね。なんか全くやっぱりうまくいかないんですけどって方もいらっしゃるんですよね。その場合どうするかっていうと、よくあるのはふやかすとか温めるって方法ですね。ご飯を温めると匂いが強くなりますよね。例えば、うん、ハンバーグ、ハンバーグ、冷たいハンバーグ、コンビニで買って冷たいままのハンバーグを温めずに食べ,よう食べるパターンと、それを温めた場合、レンジでチンした場合、匂い全然違いますよね、強さが。 やっぱりその水分が入ってたりすると余計にこうあのおいが立つわけですけどワンちゃん猫ちゃんって僕らよりも鼻が利くのでよりそそのの鼻で、でで嗅覚で美味しさを確かめてるんですね。だからその僕らは匂いがいいなって思う以上に僕ら視覚って目の視覚で結構こう「あおいしそうだな」ってカレーのいいなんかあ「美味しそうだな」ってを見,見た目で感じたりとかしますけどワンちゃんネコちゃんは見た目よりも匂いで。 感じることが多いんでおだから温めた方ががががいいい匂いが立つかからら食欲が増すすことがあるんですねだから例えばふやかしたりとかしてねそのドライフードだっていうことであればドライフードをお湯でふやかしてねまあ,あの柔らかくしたらこう、まあ、ふやかし温かいのでふやかすってことは湯気が立つわけなんで,でいい香りだなという状況を作るとでしかもまあちゃんとやけどしないように手の甲に置いてみてねフード飼い主さんが、まあ、電子であのレンジでチンしたともね置いてみて やけどしない暑さだなって確認したらそれを与えるってことですけどねそれで食べてくれるかどうか見てもらった方がいいかなとあともう一つはねもう一つの方法は器を二つ, <laughs>、ねえっとまあ、つに分けるってことですねえっと器を二つに分けるってことですねその一つの器にはですね切り替えたいフードだけを入れるわけですその切り替えたいフードだけ二つ並べてね器を並べておいて一つは切り替えたいフードだけもう一つは あの今までのフードだけをさっき言った割合で置くとかねだからその新しいのを 1g 置いて切り替えあ新しいの 1g 置いて切り替えたい今までの 9g こっち置いとくとか、まあ、そうしながらでもですね警戒心の強い子でもこう真横に置いてるんで一応こう見,る見たりとか確かめたりもするでしょうしもしかしたら興味あったら食べてくれるでしょうしそういった形でこうとりあえずその今までの食べてもらいながらある意味宣伝してるわけですねあの今までの新しい切り替えたいフードを。 こんなんあるよみたいなねちょっとずつ割合を増やしていってってしておくわけですよさらに食べてくれる可能性があるんでそれも試してもらったらいいかなと思いますそれでもどうしても食べてくれない場合はかかりつけの先生に聞いてみてくださいってお話でした今回の動画が参考になったよって方はね高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょう失礼します